ね、コンテンツだけ作ってるんで、多分、ここまで成功しなかったかもしれないですけど。いや、そこがすごくキーポイントかな。今結構その、YouTube でバズればっていう、なんかニュアンスがメディアでは先走ってるんですけど。ちなみにね、じゃあ、まあ、これだけなんかしっかりいろいろやってそうな、このね、E3 という会社、アルバイト、常勤アルバイトを含む従業員人数、11人。まあ、それが倍になったとしても、まあ、あの、うん、ね、20、30人とかかもしれないしっていう、うん、で半分ぐらいがバイトだとすると。そう。うん。だから SMB、僕らのターゲットしてる SMB っていくと、うん、すごくドツボにはまってるっていうか、うん、でそこで、なおかつファネルをちゃんとしっかり作れる会社っていう意味では、うんうんうん、でちゃんとそのデジタルのツールを活かすっていうこと、デジタルツールのウェブサイト、ブログをちゃんと書く、うん、YouTube にちゃんと投稿して、うん、でそう考えるとあれだよね、寿司がやっている、例えばポッドキャストとかさ、うちらがやってるポッドキャストっていうのも、こういうビジネスっていうのはすごく訴求するし、うんうん、だから、コンテンツから事業をこうグローさせるっていうところを長年やってきてるわけだから、うん、多分大事なポイントがここでやっぱ、すぐ成功が得られないっていうことも一つあるんですけど、うん、コンテンツの活かし方って、それがどうビジネスをグローするかっていう活かし方の部分が、すごく今時だなっていうのが感じますよね、うん。この会社のやっぱり強みは何かっていうと、ディストリビューションのノウハウを自分たちで SEO の、サービスだったり、PPC のノウハウだったり、ウェブサイト、と仕組みを作るみたいなところのね話、要はコンテンツを作るプラスそれを届けるっていうデジタル技術、ここに対する知見を社内に培っている、コンテンツとデジタル両方、だコンテンツとディストリビューションか、コンテンツとディストリビューション両方自分たちの社内ノウハウとして持っている、これを長年培ってくる過程でね、コンテンツだけ作ってると多分ここまで成功しなかったかもしれないですけど、ちゃんと創業初期にディストリビューションノウハウを自分たちで培いながら、そこで財務基盤を整える、しっかり売上そこで確保しながら、長い期間コンテンツを配信し続ける時間を確保できた。それが、まあ、結果としてコンテンツビジネスの成功を一つ獲得したってことで、複数の、うん、メディア事業、リテール事業、リアル事業っていうふうに、まあ、展開をしていく、素地を作れるまで倒れなかったっていう。うん。なんかこういうところは、なんかすごい、堅実にやってこられたところなんじゃないかなっていう印象はすごいあります。いや、そこがすごくキーポイントかなと思って、さっきも言ったと思うけど、ここが本当にね、今結構その、YouTube でバズればっていう、なんかニュアンスがメディアでは先走ってるんですけど、で、ここのなんかディストリビューション、コンテンツをちゃんと配信できるチャンネルを、またファネルごとに把握して作ること、うんうんうん、それを継続して、で、メディア事業、なんか部数、何万部数を発行とか、ちゃんとそれを、コンテンツをちゃんと、いいコンテンツを作るっていうこと、うん、もそうだし、ちゃんとそれを配信できるっていうことと、でそれをちゃんと事業として社員を雇うところまで持ってくる。うん、で、うんうんうん、この3つの部分っていうのは、うん、できるところってそんなないっていうか、うんうんうん。うん、そう、事業としてね。うんうんうん。個人でなんか YouTube でバズって大金持ちになるっていうのも、あれも確か数パーセントしかないんで、うんうんうん、事業としてやるっていうところ、うん。で、これがコンテンツマーケティングっていうところを、テクノロジーとコンテンツと事業として掛け合わせてちゃんと成功するっていう。はい、はい。うん。ところがすごく大事で、これ、ソシーもなんか、多分、コンテンツ事業じゃないけど、作ってるから分かるよね。そこのコンテンツ作る難しさっていうかさ。あ、そうね。コンテンツ作る難しさもそうだし、それを集客して広げていくってことの難しさ。うん。うん。まあ僕はこのね、デジトラっていう番組ともう一個、ラジリキっていう歴史のポッドキャストもやってるけど、あの番組も今でこそ、まあ毎月6万5千ぐらいの再生を稼ぐポッドキャストになってるけど、うん、そこのトレンドに来るまで5年かかってるからね。でしょ、うん、そこの 5年だよね。5年で何学んだろうって言うと、すげえ学んでるはずなんだよ。そう、だからそこはディストリビューションノウハウ学んでるんだけど、うん、じゃあそれでどれが収益化できてるかって話はまた別の話 で、うん、でちょうど会員サイトを立ち上げたのが5年目になる時だったし、うん、でそこで今1000人弱ぐらいの、まあ、会員がいるんですけど、うんうん、その会員を獲得するスキームをどうやって作るかっていうのも、うん、YouTube、ポッドキャストやってればそれでね、会員ができるってわけじゃないので、うん、ポッドキャストのチャンネルフォロワーとはまた別の、チャンネルフォロワーがだいたい5000人弱いるんで、うんうん、そこの中の5人に1人が登録する会員サイトっていうのは、ポッドキャストとはまた別のね、ノウハウリテラシーっていうところをいろいろ学習しながら、試行錯誤しながらっていうファネルを作っていくっていうところじゃないですか。うんうん、で、そこで作ったファネルっていうのは、またポッドキャストのプラットフォームとはまた関係ない集客チャンネルを作らなきゃいけないから、うん、じゃあそこってどういうふうに作るのって言ったら、SEO とか広告とかいろいろ学んでいかなきゃいけないとかあるじゃないですか。うん、だからコンテンツを作ってればいいっていう、コンテンツを作り続けるだけでも相当難しいけど、それをさらにどう広めるかっていうノウハウの獲得確率みたいなのもまた別の難しさがある、うん。これを両方やるってなると組織を考えなきゃいけない。そう。うん、その組織をどうやってね、
マネージするか、いや、それはお金も必要になってくるみたいな。じゃあ、お金ってどっから稼ぐのみたいな話になってくると、ね、コンテンツビジネスはまだ稼げないためにまた別の稼ぎ口を獲得しないとやっていけないじゃないですか。うん。みたいなことを、もう、平成15年スタートで、2003年スタートで、20年か、丸20年やってるわけですよね。うん。いや、これはかなり先進的だなっていう感じはしますよね。うん。だから、あと、やっぱ考えるのは、その、時代が20年ってデジタルとかテクノロジーでいくとすごい長いんですよ。うん。だけど、そのプレイブックっていうか、そのノウハウっていうのは、あんまり変わってないっていう、うん、そこが大事で、うん、なんかインスタグラムやればいいとか、うん、これを導入したらいいっていうものではなくて、それはしょっちゅう変わっていますと。うん、だけど、そのインターネットでちゃんと集客するための、例えばそのサーチエンジンオプティマイゼーションだとか、そこの基本っていうところを経験して売れるたっていうところと、うん、コンテンツをちゃんと売れる商材としてコンテンツを作れたっていう、長年の経験、うん、そこが、あの、テクノロジーストップされた、されてもちゃんと生き残れるっていう。うんうんうん。なんか、そのプレイブックっていうのがすごく大事かなっていう。まあそうね、20年ってスパンだったらもうトレンドがどんどん変わるから、ね、さっきの YouTube、Instagram、Twitter なんとかっつって、どんどん流行り廃りでいろんなメディアが勃興してはみんなそれに参入してみたいなことをやってるじゃないですか。うん、そうすると流行り廃りで今度使われなくなってくるメディアチャンネルだって出てきますよねと、うん。そうやっていろんなトレンドがある中でも、この20年っていうスパンを継続し続けられている組織をある程度できてるっていうのは、うん、ある程度時代の荒波に多少その逆風があっても、立ち続けられる事業基盤としてのプレイブックを会社として持ててるっていうことの結果なんだろうなっていうのは容易に想像つきますよね。そうですね。これも結構、その、うん、他のサッカーじゃない業種さんだったり、なんか、これからコンテンツマーケティングやっていかないといけないよねっていうふうに感じている事業があれば、うん、そこは結構注目ポイントですよね。だからこれね、コンテンツを、領域をサッカーじゃなくて、うん、もうスポーツじゃなくて、自分の、まあ、業界。で、その中でもニッチ領域。にフォーカスしたときに同じようにコンテンツを作れるのか、コンテンツを作ってそこにね集客するための仕組み、配信する環境を自社でマネージして作る、構築することができるのか、うん、なんかそういうことを聞かれると、何サッカーのコーチコンテンツ、なんか自分のなんか領域よりも簡単そうだなみたいな、いや全くそんなことないなって思うわけですよ。さっきあのマネタイゼーションの話出てきたけど、うちのチャあのなんか番組でもいろいろ話してると思うんですけど、うん、なんか、こういうコンテンツって、その、ね、DVD とか、そういう、ね、あの、サブスクリーを売るとかだけじゃないと思うんですよ。うん。うん。で、要は、あの、アフィリエイトだったり、うん、なんか、物を売って、そのフィーを得るとか、うん、うん。なんか、業務提携とか。その中で結構、サッカーとかだとね、スポンサーっていう、うん。存在が無視できないじゃないですか。うん。この間、なんか、松子会議見てたら、あの、サッカーの、高原選手、うん、元日本代表の、なんか沖縄のなんか、サッカーチーム立ち上げて、うん、おうおうそうそうそう。で、そこでも選手、監督、あの、なんだっけ、あの、オーナーっていう、この3つの、そのチーム、うん。ゼネラルマネージャー。うん。なんか3つ、なんか役職やっているみたいな。へぇまだ現役なんですよ。はい。高原選手もまだ、高原監督でありながら、高原選手でもあるってことで、自分のチームなんですよ。へぇで、あの、本当に、あの、サッカーの J1、J2、J3 の下まで行くと結構なピラミッドなんですけど、下から、今なんか J3 の1個下まで勝ち進んでて、うんうんJFL かな、うんうんうん、そうそうそう。そっちの方まで来たんで、なんか、そう考えると、もうすぐプロのリーグに入ると、うん、そこがポイントっていうよりも、その事業が継続するのにっていう話が大事で、で沖縄でなんかコーヒー作るみたいな。うん。コーヒー農園やってる。やってるんですよ。で、それスポンサーにネスレさん入れてるんですよ。あ、そうだからなんか、すごい夢が広がるな。そうそうそう。だから、あれ、なんか彼のチームのユニフォームにネスレ入ってたかちょっと覚えてないですけど、彼が10秒岩田の時にネスレがあったから、はいはい、なんかそれ。確かにそうだ。で、そっから、なんかネスレさんの、うん、そう、薄いつながりで、こう、なんか営業しに行ったみたいな話で。マジか。で、その沖縄の、なんか、あの、地球温暖化しか知らないけど、なんか、とりあえず、あの、ね、エクエーターっていう地球の真ん中に近いからコーヒー生産できんじゃないかっていうことで、うん、ポイントはコーヒー生産で売るとかっていうよりも、サバイバルする、継続するために、うん、するために、まず収益化しないといけないっていう課題がある。うん、そうね。うん、そう。で、かといって沖縄ね、すげえ、なんか、あの、サッカーファンがすげえいっぱいいるかっていうと、っていうことで、うん、あの、うん、おそらくそれ言ってなかったんですけど、あのね、あの、人口が少ないことで、いきなりなんか東京みたいな母数のファンとか、スポンサーつけるかっていうと難しいから、うんうんうん、だったら、その、商材としてコーヒーを植えて、で、そのコーヒーもさ、なんか、3、4年しないと出れないじゃないですか、実が、いきなり。そうだね。うん、いきなり今年植えて来年取れるわけじゃないから。そうそうそう。だから、番組だとすげえ凝縮して話してるんだけど、うん、絶対ちゃんと考えてやってると思うんですよ。なるほど、なるほど。だから、苗を植えてからコーヒーが出るまで、うん、で、コーヒーを出荷できたら、その出荷して、ディストリビューションして、
で、その過程にその間、ちゃんとそれをノウハウを持ってるネスレさんとやって、スポンサーしていただいて、うん、はいはい、はい。っていう、その、事業側の話が結構面白くて、うん。で、その中でやっぱ、選手育成とかもやんないといけないじゃないですか。てか、その間も、高原さんはまだね、選手ですから、監督自分もプレッシャーやってるしっていう。すげえんすよ。バルチーなことやってるんですよ、あの人。これ、ま、めちゃくちゃ経営者ですね、これ。そう。面白い。で、それを成功するのに、実は、こういうマーケファネルを作っていかないといけないし、スポンサーを魅了するための仕組みとかも絶対あると思うんですよ。はいはいはい、で、それって彼のユニークな話だけじゃないと思っていて、うん、さっきのレジスター FC って少年サッカーですよね、うん。少年サッカーでもスポンサーついてるわけですよね。この、ヤシオシっていう地元の、お菓子メーカーでモンテルって会社がいて、結構コンビニとかにシュークリームとかを卸している会社なのかな、うん、割と大きな会社なんですけど、まあ、そこの会社が、少年サッカーチームですよ、うんうん。小学校6年生のサッカーチームのユニフォームの胸部分にモンテールっていう名前ビャって書いてあって、で、それで全国優勝してね、全国に名をとどろかせる会社になるわけですよ、うん。うん。一般のスポンサービジネスですよ、これ。そう、だから思ったんだよね。うん、うちらも話したと思うんだけど、なんでそのすごいでかい企業が、相当儲かってると思うんですよ。うんうんうん、なんでそのスモールチームにスポンサーするのかっていう。うんうんうん、もちろんそのサッカーのビジネスとして、チームにスポンサーが得られると、チーム運営に関係するので、スポンサー料が多ければ多いほどいい監督とか、いい施設だったり、使えるんですよね。うんうんうん、でその価値は分かるんですけど、スモールチームにスポンサーする価値って何っていう。企業側のベネフィットが何なのかっていうことだよね。そうですね。企業側のベネフィットですね。まあね、だから地元に対して貢献するっていう、まあ気持ちで、やるっていうのは、まあなんか想像はできますけど、あとは何ですかね。全国に出るからって。まあ優勝チームとかね、全国大会出るっていうので、宣伝効果っていうのはまあ一つ考えられますけど。何ですか、県外のターゲットのリーチですか子供と親っていう。まあ、モンテール、ちょっとサッカーってスポーツとの相性がいいかどうかはちょっとわかんないですけど、お菓子。うん。やっぱそれを、食べる場としての家族、家庭に対しての認知 PR 効果。なるうん。そういうことも考えたりっていうのは、まあさっきの、レジスタ FC のスポンサー、モンテールの意図かもしれないですけど、でも、なんかこれって別に、モンテールとしてすぐに売り上げ返ってくるとも、なかなか限らないようなスポンサー枠な気もしますよね。さっきの高原のね、話、GM? 高原社長そうそう難しいな。うん。いや、だから、ついなんか選手、ファンとしてね、見ると高原だって呼び捨てしちゃうけど、もう本当に立派な経営者だと思うんですけど、うん、まあ、彼のそのチームにね、ネスレがスポンサーつくっていうことも、じゃあそこでスポンサーついたからといって、次になんか売り上げがベネフィットとして返ってくるっていう期待感を、必ずしも目的に最優先に掲げていなそうな感じがすごいするのが面白いポイントですね。そうですね。だから、スポンサー側からすると、ここに投資するっていうベネフィットっていうのは、うん、正直、その、スポンサーを得たい人側の営業力にも関係するじゃないですか。うん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 、その人から得る、その、情報とか、パッションとか、スポンサーする側への ROI っていうのを、ちゃんと、考えてピッチしないと、スポンサーが多分お金を下ろさないじゃないですか。そうね。うん。うん、もちろん優勝したりとかっていう、自然に、なんか優勝した上でスポンサーつくっていう対価っていうのはあると思うんですけど、うんうん、ね、例えば少年サッカー団だったり、優勝したから多分スポンサーするっていうことに考えやすいんですけど、うん、そうじゃなくてお菓子メーカーからするとウィンウィンな感じがさっきの、うんうん、子供たちに知ってもらうことで買っていただくとか、うんうんうん、いや、ここのチームにスポンサーしていくと優勝してるから県外へのリーチとか、うん、やっぱ子供サッカーでも親が何人いるからうんうん、うん、かけるその相手のチームの数っていくと、うん、その回数ですか、フリクエンシーっていうのが高まる。あと今これ聞きながら思ったけど、まあ、もしモンテールさんとしてこうお菓子の製造工場の人を雇わなきゃいけないっていう採用課題があった時にね、パパママたちの保護者の間で ね、仕事を働き口を探してるみたいな、そういう口コミが回りやすいとか、すげえ、うん、売り上げの側面だけじゃなさそうな感じはするよね。すげえ、その路線を考えてなかったそれ面白いね。うん、いや、絶対あるでしょう。やっぱね、人口減少で、人手不足で、みたいなこと言ってるから、うん、世の中全体が、ね。あれですか、ユニフォームのロゴの下に募集してますって。それはちょっとなんかね、あからさますぎるし、なんか小学生にそれをやらせるっていうのはちょっとどうかなと思うけども。今、いろんなところで、ショート動画とかで炎上問題とかって、こういうスポンサーを受けてる高校の部員、かなり社会的な存在なんだっていうことを。いや、それ大事でしょ。だって僕らなかった時代って、